陸上自衛隊 V-22 オスプレイが初めて洋上での発着訓練を実施したとの情報をキャッチしました。もちろん発着したのは護衛艦伊勢です。今回は初めての洋上発着訓練を詳しく深掘りしていきます。オスプレイが伊勢に発着するのってすごいよ。動いている甲板に発着するのって結構危険なイメージがあるけど、オスプレイは意外にシビアな機体だから結構整備など大変だろうなと考えています。海上自衛隊自衛艦隊並びに陸上自衛隊陸上総隊司令部からの発表がありました。陸自のティルトローター輸送機 V-22 オスプレイが初めて洋上の護衛艦伊勢で発着艦訓練を実施したということです。訓練は9月5日に小笠原諸島周辺海空域で行われました。使用された V-22 オスプレイは、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団第107飛行隊に属する機体でした。今回の訓練に関して伊勢艦長は、本艦は陸上自衛隊 V-22 オスプレイの発着艦訓練を今回初めて実施、陸海共同運用能力の向上を図った。海自は、あらゆる不測の事態に即応するため、統合運用、日米共同運用体制における作戦遂行能力の向上に努めていると述べています。一方、陸上総隊は、海上自衛隊との緊密な連携により、水陸両用作戦能力を向上させるべく、必要な訓練を継続していくとしています。試験ですが、小笠原諸島もいいけど、尖閣諸島周辺でやってもらったら、最高の緊張感を持って訓練できるのではないかと思うのですが、日本を守る陸、海、空自衛隊には、テクノロジーの域を集めた最新兵器が配備されています。いわゆる空母、航空母艦のスタイルと機能を持った船を海上自衛隊は計7隻保有運用しています。内訳はヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀、日向、伊勢の4隻、輸送艦大隅、下北、国崎の3隻です。これらの艦名は旧国名に由来していることがお分かりですね。7隻に共通しているのは、全通甲板、艦首から艦尾まで続く、平坦で広い甲板を持っていることです。全通甲板は、ヘリコプターやティルトローター機オスプレイなどの発着場として使用されるので、洋上の航空基地とも言えましょう。おお、隅型では、全通甲板を、主に駐車スペースとして使用し、車両やヘリなどを係留し輸送しています。まさに名称通りの輸送艦ですね。これら7隻の艦内の格納庫には、ヘリなどの航空機や車両等を多数収容することができるのです。加えて、O、積み型では艦内にエアクッション艇 L 脚というホバークラフトが2隻収容されているので、積載した車両や物資や人員を L 脚で陸揚げすることも可能というわけです。この7隻は、甲板と艦内空間を活かし、物品を収納、運搬可能、航空機を飛ばすことができます。ヘリ搭載護衛艦出雲、加賀、日向、伊勢の4隻については、艦内に各種司令部を立ち上げる能力が備えられていて、洋上司令部としても稼働可能です。つまり、専門性と汎用性を併せ持ち、拡張性も高い船と言えましょう。ヘリ搭載護衛艦ヒュウガは2004年平成16年に建造されました。排水量13,950トン、現役艦艇の中では出雲に次ぐ大きさです。全通飛行甲板では、哨戒ヘリコプター SH-60kg を3機、掃海輸送ヘリ MCH-101 を1機搭載し、運用できます。艦内格納庫には、最大11機の航空機が搭載できます。洋上航空拠点となり、艦載航空機による海上行動を行い、対潜水艦戦闘が主な任務となります。対潜、対空ミサイルや C4I 情報処理システムを搭載し、護衛艦としての戦闘能力も強化されています。つまり、ヘリなどの航空戦力を持ち、敵性潜水艦を狩る能力に長けている艦艇ということです。一方の汎用性は、大規模自然災害時に発揮されることになります。船が災害対応に発揮する特徴は、海から救援する方法です。陸地が被災し道路が寸断されても、海路で
被災地域の沖合へ進出し、各種の手段で機上陸できるのです。そして、救援物資搬入、傷病者救護などを行います。護衛艦は、行方不明者捜索や救助活動の拠点となり、同時に沖に停泊した病院、避難所にもなり得るのです。海から助けること、移動可能で自己完結した機能と装備を持つ艦船を使った救援策は、自然災害の多い日本には必要不可欠なものと言えましょう。2011年3月の東日本大震災を振り返ってみます。海自は、発災直後から、稼働可能な艦艇、ほぼすべてを東北地域へ急行。到着した護衛艦等は、即、漂流者の捜索救助を開始。狭い水域にまで侵入可能な掃海艇などは、リアス式海岸の三陸の入り組んだ沿岸部へ入り込み、行方不明者等の捜索に当たりました。輸送艦を発進したエル客は、海岸線に機上陸し、救援物資を陸揚げしました。これらは、艦艇による救援策の一例に過ぎません。翌2012年、神戸市は、広域搬送を主眼とした防災訓練を2回行いました。2月に伊勢、10月には、日向が神戸港に停泊、おのおのの飛行甲板を、自治体防災ヘリのヘリポートとして、傷病者を搬送。ストレッチャーごと救護所となった艦内格納庫へ下ろし、トリアージ後に軽症者、中等症者、重症者に分けられた各エリアへ搬送。DMAT 災害時派遣医療チームなどによる必要な治療を受けます。より重篤な傷病者の場合は、別のヘリに乗せて、他地域の医療施設へ急速搬送するという流れの防災訓練ということです。大規模自然災害が発生すると、一度に、大勢の傷病者の発生が予想されます。被災地では医療施設も被害を受けるので、現地の被災した医療施設では対応できないことが多いことは、数多くの災害を経験したことで、国民の多くが痛感したはずですね。こうした状況下で、被災を免れた隣県や遠隔地の医療施設へ、航空機のスピードを生かして広域搬送を行います。広域搬送は、災害救助、救急、医療の急性期の切り札でしょう。南海トラフ地震など、複数の県にまたがる被災が予想される大規模災害の場合、西日本から東日本への大量空輸もあり得るので、日向、伊勢、出雲、加賀、大隅のような全通甲板艦を持つ、多目的に使える艦種を増やすことは、災害対応にも有効でしょう。日本政府は、12月24日、過去最大の5兆4005億円に上る2022年度防衛予算案を閣議決定。この2022年度防衛予算では、海自の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦1番艦出雲、2番艦加賀に、短距離離陸と垂直着陸が可能な最新鋭ステルス戦闘機 F-35B を搭載できるように、改修費用として61億円を計上しました。イギリスの有名な軍事雑誌ジェーン年刊は、出雲と加賀を、日向や伊勢と同じヘリコプター空母と見ています。予算案が国会を通れば、出雲と加賀は、正真正銘の軽空母に近づくことになります。空自が戦闘機を運用するために必要な 2400M 以上の滑走路のある飛行場は、全国20カ所だけです。特に、太平洋上では、硫黄島にしかありません。このため、出雲型護衛艦を軽空母化し、洋上で、F-35B 戦闘機を発着艦できることを目指しているのです。出雲は2019年度末から横浜市のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で1回目の改修工事を行い、今年6月末に終了しています。内容は特殊塗装などによる飛行甲板の耐熱処理工事や誘導灯の設置などでした。伊豆、物自体の大規模定期検査は、1回目の2019年度末から、5年後の2024年度末から始まる予定です。その機会に、岩種形状を四角形に変更する工事を予定しています。2回目の出雲改修に向け、2022年度予算での出雲型護衛艦改修費用61億円のうち、着艦誘導装置を先行取得する費用として36億円が計上されました。
防衛省によると、着艦誘導装置は、アメリカ海軍とレイセオン社が共同開発したジェイパルス、ズポールスが予定されているそうです。ズポールスは、GPS 衛星信号と管制後方システムを使って、F-35B やオスプレイなどの軍用機を、自動的に安全かつ正確に着艦誘導する全天候型のシステムで、2022年度予算で出雲分を取得し、加賀の分は、あと年度に取得する方針です。防衛省は、前述の出雲型護衛艦改修費用61億円のうち、12億円を、アメリカ軍の技術支援経費として計上しました。出雲型護衛艦で、F-35B の着発艦を実現するためには、アメリカ軍の協力は欠かせません。10月3日、出雲で、アメリカ海兵隊所属の F-35B 戦闘機の発着艦試験を初めて実施しました。海上幕僚監部広報室は、取材に対し、この発着艦試験では着艦誘導装置は使用されなかった。理由は、現地の四国沖が改正となる日を見定めて試験を行ったので、着艦誘導装置が必要なかったからでした。出雲改修は、当初の予定通り、2026年度中に終了すると防衛省は見込んでいるようです。出雲型護衛艦2番艦加賀は、今年度末から203億円の予算で、1回目の改修が実施されます。飛行甲板上の耐熱塗装や艦首形状を四角形に変更する工事が実施されるのです。防衛省によると、加賀の改修場所はまだ決まっていないそうです。出雲は、横浜市磯子区のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、1回目の改修を終わりましたが、加賀は、海軸歴地を母港にしていますから、磯子か、五か、注目されるところです。防衛省は加賀の航空管制室の視認性を高めるための工事経費13億円も確保しました。具体的な工事内容は明らかになっていませんが、F-35B の発着を踏まえ、管制室の窓部分を拡張、見やすい窓ガラスにすることなど、様々な工事が予想されます。